はい、ご視聴ありがとうございます。はい、今日もね、車の中から見づらいかと思いますけど申し訳ございません。はい、今日紹介したい雑誌はこちらの素敵なあの人です。こちらは16日に発売だったかな、2月号ですね。お値段が990円ですね。はい、それでは早速開けたいと思います。今回の付録は、伸びた髪を自分で切ってサロンの仕上がりをキープ、髪切り5点セットですね。こちらになります。はい、では開封します。はい、私もね、髪の毛が伸びるのが、早いんですね。で、まあ、後ろのね、横とか後ろの髪はね、なかなか、自分ではね、あれ、ハサミどこ行ったかな？あ、あった。ここにあった。切れないんだけど、前髪はね、よくね、自分で切るんですね。なので、今回の付録は、私にとってはね、とっても、いい付録だなーって思って購入しました。よいしょ、開けたかな。はい、じゃあ開けますね。じゃーん。で、ケース付きということで、こんな感じですね。今ね、車の中だから、実際に髪の毛をね、切ったりできないので、お家に帰ったら、実際ね、これをね、使って、自分の前髪をね、切ってみようかと思いますので、ぜひね、最後までご視聴くださると嬉しいです。あ、やっぱ匂いが、ビニール独特の匂いがプワーンときましたね。ここに文字が書いてあるんですね。なんて書いてあるのかな。柿本って書いてありますね。アームズって書いてありますね。なんか、青山の人気サロンとコラボの商品みたいですね。ハサミが、こんな感じで。で、後からね、ケースから出してみますね。はい、ちょっとね、この3点ね、開けてみますね。で、まずね、このコームは、粗い目と、細かい目がね、こうやってあるんですけど、これ粗い目だと、髪の毛が硬い人とか、あと髪の毛がね、多い人。で、こちらの細かい方は髪の毛が少なくて、で、細い人にね、おすすめなんじゃないかなと思います。で、クリップが、これ2つ入っていますね。これも普通にね、使えそうですよね。こんな感じ。色もね、オレンジピンクっていう感じかな。で、ハサミがね、こちらになりますね。よいしょ。で、すごいこんな感じでね、もう細長い感じですね。で、あれ、これは、あ、こんな感じで、指をね、添えることがね、できますね。なので、切りやすいんじゃないかな、こんな感じ。こんな感じか。で、ここにもね。なんて書いてあるのかな、これは。柿本アームズっていうふうにね、こうやって、書いてありますね。刻印されてますね。ケースがね、こんな感じ。
これね、クリップはね、これね、ちょっとね、剥げちゃっていますね。これ最初からなのかな。多分ね、でもね、これ使っていると剥げてくると思います。この何、塗装っていうのかな、多分上から塗っているだけなのかな。でもこちらのね、櫛はこの材質が違うんだよね。なんかこのクリップだけなんか材質がちょっと違うんだよね。ハサミやこのコームは剥げることはないと思います。もう材質が全然違うのでね。ただやっぱクリップはね、剥げますね。多分濡れた紙とかに使うと余計にあの劣化が進むの早いと思いますね。はい、髪の毛のね、切り方なんかはね、このショートヘア編とか、あとボブからセミロング編と、あと全スタイル共通編とね、こういう風にね、ちゃんとあの髪の毛のね、切り方のね、説明がざっとね、書いてあるので、これを見ながらね、あの切れるんじゃないかなって思います。はい、それではね、次回のね、付録を見てみましょう。はい、次号、素敵なあの人、3月号は、通常号とね、増刊号同時に発売ですね。1月15日土曜日ですね、発売が。こちらのキルティングバッグと、それからエコファースリッパですね。あ、両方とも可愛いですね。この色も可愛い色ですね。ピンクかな。これちょっと私両方とも欲しいぐらいです。でもどっちかというとこっち買うかもしれないですね。また3月号もね、また購入してこちらの方で紹介したいと思いますので、よかったらまた見てください。はい、それではね、じゃあ今から家に帰りまして、髪の毛の方ね、じゃあ実際に切ってみたいと思います。はい、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。はい、また続きます。はい、今ね、家に着きました。はい、それではね、実際に切っていこうと思います。で、前髪がね、私薄いので、こちらのね、細かい方のコームを使いたいと思います。こんな感じで解きますね。私ね、もう前髪ね、癖がついちゃってるんだよね。どうしてもね、この辺でね、分かれちゃうんですよね。ちょっと長いぐらいかな。はい。あ、コームはね、今回使いませんね。髪一つでね、くくってるので。もしね、あの、くくらないで、そのまま切りたい人はね、こうやってサイドから、こうやって、ね、止めれば邪魔にならないと思います。うまく切れるかな。こんな感じで。ちょっとね、ちゃんとした切り方がね、詳しくね、書いてあります。私はね、前髪いつも自分でだいたい切ってるので、もう自分流で切ってしまうんですけど、もう前髪がほんと薄いもんでね。はい、そんな感じで、あまり参考にならなかったかもしれませんけれど、もしね、自分でね、あの前髪、切りたいわっていう方はね、この本にね、ちゃんとした前髪のね、説明、切り方が載っているので、参考にしてみてください。またね、あの、この本の中身もね、結構、あの、ためになる内容がたくさん書いてありました。よかったら、
店頭に行ってみてください。はい、それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。